TBS 放送センターは東京都港区赤坂にあるビル。所有者は TBS ホールディングス。TBS テレビと TBS ラジオの本社オフィス及びスタジオを有する。建物の延べ床面積は在京キー局の社屋の中では FCG ビルと日本テレビタワーに次ぎ3番目の広さである。年月 TBS の山西義幸社長が 放送センター建設の意思を表明した。他の在京キー局と比べ TBS は社有地が比較的に広大なため別館ビルとゴルフスタジオを取り壊すことで一転せずに新社屋を建設することが可能だった。1985年放送センター特別委員会が報告書を提出した。その内容は TBS の赤坂に 社有地と払い下げを求める。国有地を合わせた66,729平方メートルの土地に、延べ床面積66,759平方メートルの放送センターを建設する。放送センターにラジオスタジオ8つ、テレビスタジオ5つを設置、TBS の全機能を集約する。1990年5月14日、TBS が新社屋建設計画を正式に、 公表した。建設計画も修正され、ラジオスタジオが8つ、テレビスタジオが6つになった。スタジオは主に低層部と中層部に設置する。工事の総工費は1200億円、うち500億円は、社債で賄う。1991年5月21日、TBS が非公式を行い、放送センターの工事を開始した。その後、 1994年4月25日に春工式を行い、2年11ヶ月を費やした放送センターの工事を完成した。春工式の翌日から局舎の移転作業が始まり、主に土日を利用して作業した。1994年10月3日、早朝、TBS のテレビとラジオの創出が新放送センターに切り替えられた。 新放送センターから最初に放送したテレビ番組は5時25分からの5分間特別番組ニュー TBS 輝きのスタートラジオ番組は5時からの起き抜け一番えのきさんのニュースミュージック放送センターの竣工後アメリカ CBS ドイツ ZD 会、ロシア RTR 韓国 YTN の東京支局も TBS 放送センターに設置した 放送センターの高層部分は前面にあり、中層と低層部分は後方にある。地下部分に非常用発電設備、冷暖房設備、駐車場を設置している。1994年の稼働開始時点では、1階から4階までは、主にテレビスタジオのスペースになっている。最も広い AB スタジオに160平方メートルの共通スペースがあり、 一つのスタジオとして運用することも可能である。5階から7階までは主に事務スペースとして使用される。8階と9階にラジオスタジオを設置している。10階以上の部分は、主に事務室、社員の福利厚生施設、及び TBS の関係会社が使用している。なお、20階は役員スペースとなっている。その後、8階にあったラジオ第一スタジオは2018年に、 回収され、テレビ G スタジオとして、ラジオに加え、テレビ番組などにも対応した、マルチユース型のスタジオに、用途変更されている。かつては、TBS と関係の深い東京エレクトロンの本社も、入居していたが、2008年に隣接地に、赤坂ビズタワーが竣工したことに伴いそちらに、移転している。TBS は放送センターの愛称を一般公募した。 1>, 1万9540通の応募があり、社内委員会の選考と社員100人の投票でビッグハットが選ばれた。この案は3人からの応募があり、抽選で千葉県松戸市在住の主婦が受賞し、100万円の賞金が贈られた。ビッグハットのネーミングは屋上のパラボラデッキから由来している。このパラボラデッキに無線送受信設備を設置しているほか、 ヘリポートにもなっており、夜になるとライトアップされ、照明の色が翌日の天気予報になっている。ありがとうございます。